ということでですね、えっと、今回ですね、中島みゆきさんの、えー、劇場版のですね、夜会工場ボリューム2をですね、えー、こう見てきましたのでですね、えー、感想を述べていきたいと思います。えー、ま舞台のですね、ま、内容に少しですね、こう関わることもあるかなと思いますので、えー、もう全く前提知識なしで見てみたいという方はですね、えーと、こちらの動画はですね、閉じていただければと思います。 で今回はですね、えーとまあ、細かいこだわりといいますかです、ねえー、小物にです、ね、こう注目した話をさせていただきたいと思います。えー、まあ私もです、ね、その舞台生で、えー、客席で,です、ね、拝見したんですけれどもです、ね、その客席からはです、ね、決して、えー、見ることのできない、えー、部分にです、ねこう こだわりといいますかですね、えー、こだわりをお持ちだなというふうに思いました。えー、こだわって、えー、舞台を作ってらっしゃるなということがわ、えー、かりました。例えばですね、そのまあ書類ですとかですね、まあそういうこう紙類とかですね、えー、全くこう真っ白なものを使ってもいいかなと思うんですけれども、そこにもですね、こう非常に細かい、えー、どういう書類の内容であるか。 どういう様式の書類であるかというのもですね、カメラがですね、カメラワークとしてこう近くでですね、接写されるようなですね場面がございまして、その紙媒体の内容がですねこう見ることができて、決して客席からはですね見えないような細かい部分までが見えて、その細かいですねこう書類の内容といいますか、そうしたもの もうです、ね、あのー、その夜会工場のストーリーだったりとかあるいはですねこう MC ですねまあ今回はみゆきさんがストーリーテラーのような役でですね、えー、時々、えーまあ、司会者といいますかですねその,、えー、その時その時のですね、こう舞台を作った、えーまあ、経緯だったりとかですね <laughs> そのまあストーリーの簡単な部分をですねこう説明されるというような場面がございましてそこからのですね、えー、まあ延長線上でですねこの書類が登場しているんだというようなですねこう見受けられるような細かい部分にまでですねミヒキさんはこだわりを持っていらっしゃるなというふうにこう感じましたまたですねえっ、ー、とまあある出演者の方はですねこうピアスをつけていたりつけていなかったりする えー、役柄でですねこう出てくるときがあるんですけれどもですね、えーまあ、ピアスをつけてるときは、まあ、ちょっとこう着飾ったような、えー、役柄、あるいはですね、ピアスをつけていないときにですね、あのーまあ、カメラ、 の映像がですね、とてもですね、その方にこう近づいてですね、えー、まあ、ピアスはつけていないんだけれども、ピアスの穴が見えるぐらいのですね、こう近さでこう見える時があるんですね。その時にですね、あのー、あ、今はそういうこう着飾るような役柄じゃないんだっていうところがですね、こう見受けられるというか、そこまで、えー、まあ、こだわりを持って作ってらっしゃるのではないかという,いうふうに思われるような場面もございました。 あるいはです、ね、こうセットですよね、その物語に登場する、まあ、いろいろなです、ねえーまあ、舞台の、えーまあ、様子ですよね、その場面、場面に応じた、えー、物体、物品、ものがです、ね、こう登場するんですけれども、えーまあ、新しい舞台を作るわけですけれども、えー、丸々のこう新品というではなくて、ですね、えー、あえて、その古めかし,古めかしさを 出したあるいはですね、こう実際に古いものを仕入れてきて使っているのかもしれないです。あるいは借りてきて使っているのかもしれないです。あえてえっとちょっとボロボロなものを使っているのではないかという場面も見受けられました。これもですね、そのものの、ね、ですね、材質といいますかですね、細かいそのそのものの表面のですね、様子と そうした部分も、えっと、客席で見ていた時にはです、ね、こう決して、えーまあ、そこまではです、ねえー、目が行き届かなかった部分なんですけれども、えー、今回、映像化されてです、ね、非常にその物のにです、ねえー、カメラがこう近づく、まあ、その時にですね、き、え、に、ーまあ、見えてきたものかなというふうに感じました。ということです、ね、今回は、えー、小物についてですね、えー 感想を述べさせていただきました。こちらの動画は以上です。失礼します。